どうも、皆さん、こんにちは、のいちです。鬼滅の刃、第205話、読みましたでしょうか？いや、ついに、この時が来てしまったかと、僕は非常に悲しかったんですけども、まずは、後藤家小夜春先生、4年間と3ヶ月、鬼滅の刃という作品を書いていただき、ありがとうございました。そして、お疲れ様でした。本当に、この作品は楽しんで読ませていただきました。僕が漫画を好きになったきっかけでもあります。本当にありがとうございました。ということで、今回はですね、鬼滅の刃第205話の振り返り、そして振り返りながら解説やっていきましょう。今回はですね、まあ、最終回というよりかはですね、まあアフターストーリーに近いのではないかと思っております。まあ、前回、現代編に最後飛んだわけですけども、今回現代編はですね、もう完全に、アフターストーリーのような感じで描かれていました。タイトルもかっこよかったですね。タイトル、育成層をきらめく命ということで、今回の一番最初はですね、カナオにめちゃくちゃ似てる兄のかまどかなたという少年のセリフから始まります。いい加減起きなよと、学校遅刻するよと言っているわけなんですけども、言っている相手というのがですね、これ炭治郎にめちゃくちゃ似た弟のかまどすみひこという少年でございます。この場面から読み取れることはですね、炭治郎とカナオは結婚できたということですね。これは非常に良かったです。続いて場面はですね、善逸にめちゃくちゃ似た弟の吾妻義照という少年がいるんですけども、この義照はですね、善逸が書いた鬼殺隊の、まあ、実話の物語が小説となって、家に残されていたみたいなんですけども、それを倉庫で読んでいます。で、そしてですね、そこに、禰豆子にめちゃくちゃ似た吾妻桃子という姉がテスト前なのになんでそんなの読んでるんだよ、信じられないと言って、背中を蹴っ飛ばすんですよ。まあそしてこの二人は学校へ登校していくということになるんですけども、でまあここからわかることはですね、禰豆子と善逸は無事この二人で結婚できたということですね。善逸、よかったな。でまあ投稿している時にニュースサイトを見ているんですけども、まあその時にですね、宇髄天元の子孫と思われる人が出てきます。名前は宇髄天馬で、体操の日本選手で金メダルを取ってる描写が描かれております。まあ宇髄天元さんの、まあ、子孫は体操選手になったみたいです。そしてね、そのニュースサイトで伊之助の子孫が出てくるんですけども、伊之助の子孫は橋平青葉という名前で植物学者になっていました。そこでですね、青い彼岸花の研究をしていたみたいなんですけども、青い彼岸花の謎が明かされました。青い彼岸花はですね、1年で 2,3 日、昼間だけ咲く花だったみたいです。そしてね、伊之助についてなんですけども、伊之助は葵と結婚したかっていうのは明かされていないんですけども、まあ、子孫が続いてるっていうことと、研究学者となっていることから、おそらく伊之助は、葵ちゃんと結婚したのではないかと思っております。まあ、他にね、伊之助が結婚したと考えられる人がいないのでね、まあ、伊之助はおそらく葵ちゃんと結婚したのではないかと思っております。そしてね、その後ですね、一瞬、かなえさんとしのぶさんらしき人が女子高生として描かれております。ただですね、この二人はもう死んでしまっているので子孫ではないんですけども、輪廻転生して生まれ変わりとして現れたのではないかと思ってます。そしてね、その後信号で可愛い赤ちゃんにすれ違うんですけども、それはね、ただの赤ちゃんではなく、よく見るとですね、雄一郎と無一郎なんですよ。ということで、この赤ちゃんは雄一郎と無一郎の生まれ変わりなんですよ。そこでですね、通学路を歩いていく善根津兄弟なんですけども、幼稚園を通り過ぎるんですね。でね、その幼稚園に姫島さんらしき人がいるんですよ。で、これはおそらく姫島さんの生まれ変わりを表しているのではないかと思うんですけども、まあね、なぜ幼稚園の先生をやっているかと言いますとですね、まあこれはおそらく大正時代、姫島さんが、子供のことを大好きだったと、いうことを表しているのではないかと思っております。そしてね、会話中に、近くの定食屋のお話があるんですけども、まあこのね、定食屋を営んでる人が、おばみつらしき人なんですよ。でね、これはまあおそらく、おばみつの生まれ変わりなんじゃないかなと思うんですけども、まあなぜね、おばみつが定食屋を営んでるのか、これはおそらく大正時代二人でこう食事をしたということが一番の思い出だったと、いうことなのではないでしょうか。まあ、だからね、輪廻転生して生まれ変わって定食屋を営んでると。そしてね、ここで炭治郎2の住彦くんがですね、遅刻だーと言ってね、起きるわけなんですけども、窓から華麗にね、ジャンプしていくんですよ。まあ、この運動神経はやっぱ炭治郎から引き継がれたものなのではないでしょうかね。でね、その後、人ん家を侵入して飛び越えていくんですけども、その飛び越えた家にいたのはですね、
うろこ滝さんにの人と、善逸の師匠である熊島五郎さんにの人がいたんですけども、まあこの二人が、将棋をしている場面が映されていましたね。そしてね、そのお家のテレビに、こちらが日本最高記録を更新した産屋敷さんですと書かれているんですけども、まあこれはね、あの人ですよ、当時大正時代だった時8歳だった産屋敷キリア様です。ということで、これはちょっと感動しましたね。炭治郎たちはね、死んでしまったんですけども、産屋敷キリア様は現代までまだ生きてたということで、キリア様すげー。そしてね、産屋敷だけにあったあの謎の病気っていうのがこう遺伝していたわけですけども、あれがね、無惨を倒したおかげなのかまあわからないんですけども、まああの病気はもう遺伝しなくなったということで、まあ非常にそこはね、良かったですね。でね、まあその後こう住彦は走っていって、こうパトカーに当たりそうになるんですけども、まあそこでパトカーを飛び越えるんですよね。でね、そのパトカーに乗っていた警察官が、品津川実美と品津川玄也にめちゃくちゃ似てたんですけども、まあこれはおそらくですね、品津川さんの子孫なのではないかと思っております。そして住彦はこうパトカーを避けて走っていくわけなんですけども、まあそこでね、小学生3人がいるわけですよ。でその3人がね、これめちゃくちゃ良かったですね。富岡義勇らしき人と、サビトらしき人と、まあ、コモらしき人がガチャガチャで出たキーホルダーを見せ合ってるんですけども、でこのガチャガチャのキーホルダーもいいんですよね。このガチャガチャのキーホルダーはあの鱗滝さんが作っていた狐のお面でした。でこの後ちょっと感動したんですけども、ゆしろうさんがその後どうなったのかっていうのが描かれていました。まあ、ゆしろうさんはね、鬼なので現在も生きてるわけですよ。でね、これはある高校生のスマホ画面から分かったことなんですけども、ゆしろうさんはその後画家として活動していました。でね、これただ単純に画家として活動していたというわけではなくて、玉屋さんの絵を描き続けていました。つまりはですね、ゆしろうは玉屋さんの絵を描き続けることによって、玉屋さんは美しいんだと世の中に広めていたわけです。でね、玉屋さんを知っているのは現代ではもうゆしろうしかいないと、前回のね、炭治郎のセリフを、思い出させるような、このゆしろうの活動、これはね、なんというかちょっとね、感動しました。でね、この後走り続ける住彦なんですけども、まあここでね、おそらく千寿郎さんの子孫である、まあ藤寿郎くんっていう、まあめちゃくちゃ煉獄さんにの、まあ、人がいい朝だなって言ってね、一緒に校門に向かっていくわけなんですけども、このシーンがですね、めちゃくちゃあのサイキクソの災難のハイロキネシのセリフにめちゃくちゃ似てました。終えてきたぞ、よし今のうちにトレーニングしておかないと。もうハイロキネシにしか見えなかった俺は。ということで走っていく二人なんですけども、まあ、警察に追いかけられてるんですよ。さっきねパトカーを飛び越したりしてるわけですから、警察に追いかけられながら、学校の校門に向かっていくんですけども、その時にね、校門にいた先生がこれめちゃくちゃ村田さんに似てるわけですよ。まあおそらくこれは村田さんの子孫なんじゃないかなと思ってるんですけども、村田さんの子孫らしき人が、先生をやってましたね。でね、まあ住彦と、東次郎くんは、まあ、華麗にね校門を飛び越えて、まあ、ギリギリ、遅刻は免れたねって言うんですけども、その後ね結局警察に連れ戻されちゃうっていうわけなんですけど、まあそこで最後ね、こう警察との電話のシーンでご迷惑をおかけしましたと、住彦のねお母さんが電話しているんですけども、その電話がある前の壁に飾ってあるあの大正時代のみんなの写真が写されて、鬼滅の刃は終了するというわけなんですけども、このね写真の横にね花札があるんですよ。まあこれはですね、炭治郎の父のセリフの、神楽と耳飾り、まあ全ては継承することはできなかったんですけども、耳飾りはこう綺麗に飾って、代々継承されているということで、これはね非常に良かったですね。そしてね、最後のみんなの集合写真、これはね本当に良かったですね。みんな笑顔でハッピーエンドで、鬼滅は終わりましたと。ということで、感想タイム行きましょうか。いや今回ね現代編飛ぶということで、まあ、続編の予想をしていた方も、多かったと思うんですよ。まあだからね、まあ結構いろんな批判とかそういうのも殺到してくるんじゃないかなと、賛否両論あるんじゃないかなと、思ってるんですけども、まあ、僕はですね、まあ、非常に良かったと思ってます。まあ第204話で、ほぼねちゃんとしたこう綺麗な完結みたいな感じだったじゃないですか。でね、しっかりその後も、描かれていたということで、まあなんか最後ね、まあちょっとした付け足しじゃないですけども、アフターストーリー的な感じで描かれていたのは、まあ非常にね良かったです。まあもしねこの第205話っていう現代編のストーリーがなかったら、まあ綺麗にこう終わることはできたと思うんですけども、なんというかこう物寂しいじゃないですか。だからまあ最後第205話っていう物語で、ちょっと付け足すことによって、まあこう満足した形で鬼滅は終われたと
まあ、いうことで、まあ、批判の声とかもあると思うんですけども、まあ、僕はね、逆にそれは良かったんじゃないかなと思ってます。まあ、そしてね、単価な、ゼンネズ、オバミツでおそらく、イヤオが結婚したということでね、まあ、これは非常に良かったですね。公式的に、このカップルは、認められたということで、まあ憶測っていうかね、ファンだけの間でこう盛り上がってるカップルじゃなくて、ちゃんと公式的に最後認められて、カップルとしてこう成立したと、まあいうことでね、まあここはちょっとね、まあ良かったんじゃないかなと思ってます。はい、ということで皆さん鬼滅最終回いかがだったでしょうか。今後鬼滅の刃はまあ完結してしまったんですけども、まあ7月にですね鬼滅の人気投票があるわけですよ。それまでどう繋いでいくのか、まあちょっと僕はここ気になってるんですね。まあ、でね、このことについてはですね、この後、6時から、僕のチャンネルでですね、生放送でお話ししていこうと思いますので、ぜひぜひ遊びに来てください。ということで、この動画良かったよという方は高評価、そしてチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。